兵庫県立天が崎の森中央緑地は、兵庫県天が崎市林海部にある県立の都市公園。天が崎き21世紀の森構想の中心拠点として、開園後も数十年の長期にわたり拡張整備が進められる計画である。2006年の中央緑地全景用地内を横断する阪神高速湾岸線の北方に、開設間もない天が崎スポーツの森が見える。 東隣の空地は、建設前のパナソニックプラズマディスプレイ第5工場、予定地、国土地理院地図、空中写真閲覧サービスをもとに、作成始まりの森当地には、かつて、神戸成功所、関西熱化学、同和成功の工場群があったが、産業構造の変化や阪神、淡路大震災の被害等に伴い閉鎖を余儀なくされ、この地域の都市再生が緊急かつ重要な課題と、 なった。そこで、これら工場跡地と、周辺地域を、兵庫県が進めてきた、天が崎き21世紀の森構想の先行地区に、位置づけ、県の都市公園事業及び、港湾環境整備事業として進められることになる。2006年5月、計画予定地の北側6.6ヘクタールに、運動施設、甘がスポーツの森と一部の緑地、始まりの森が開園した。 残る南側22.5ヘクタールは生物多様性を最大限に尊重。中央緑地では失われた自然環境を人々の三角と共同により回復、育成することで成長した森が地域の人々に多くの自然の恵みを享受するようになること、また大阪湾林海地域の都市の再生を先導する森となることを目指し整備事業が開始された。 緑地の整備にあたり、県では、夏季の目標とする森の姿が計画された。前述の3つの森において、自然体験、環境学習、健康増進等、交流、憩いの場を形成するため、各々の,の,の特徴や利用の違いに応じた施設や植生が配置されており、それらは、始まりの森開園後も継続して進められている。 蒸気計画は2006年当時の内容をもとに記述しており、その後を幅に変更された箇所がある。中央緑地を囲む傍聴帝天ヶ崎市の南部に位置する。この地域は昭和の高度成長期に地盤沈下が進み、満潮時には海抜以下となるため傍聴帝に囲まれているが、同緑地は整備にあたって堤防の高さまで盛り土がなされている。 天が崎スポーツの森緑地の北端にある西日本最大級の複合スポーツ施設。2006年5月に竣工した。水泳をはじめ、アイススケート、フットサル、グラウンドゴルフ、フィットネス等の施設が充実している。同年10月には、野地菊兵庫国体の競泳及びアーティスティックスイミングの競技会場となった。また、当施設に隣接して先行植栽された。 緑地、始まりの森がある。パークセンターナの花の緑地の北東部、大芝生広場への入り口にある管理施設。2014年5月に開設された。建物は、兵庫県産材を活用した木造平屋建てで、屋上には太陽光発電や緑化スペースを設け、省エネルギーに配慮している。小学生をはじめとする、環境学習、植樹、 育児や町づくり活動の拠点となっている。パークセンターに隣接して、苗木の手入れやミーティング等に使用される、作業棟や山の海の各ゾーンを模した庭園、稲の花の塔がある。緑地の中央部、阪神高速湾岸線を挟んで、天ヶ崎スポーツの森の南側にある広場。パークセンター開設後より、芝生の植え付け、拡張を進め、 2015年10月に広さ2.4ヘクタールに及ぶ大芝生広場の名称で正式開園した。2017年度に移築予定の木造平屋建て、かやぶき屋根の家屋。元は江戸時代後期、天ヶ崎藩三条村に建てられた昭屋小坂家の住宅であった。1994年に足屋市の指定文化財となり、市内に移築される予定であったが、 1995年の阪神・淡路大震災で全開。その後も財政難のため先延ばしになっていた一区、復元を兵庫県が打診、市の教育委員会が開拓したことにより、中央緑地への一区が決定した。一区後は県の文化財に指定され、日本の歴史や文化を学ぶための拠点施設として利用される予定である。始まりの森に先行植栽された。 樹木前日の目標とする森の姿に沿った三つの森及び海辺において生物多様性をキーワードに様々な種の植栽が行われている。中央緑地に導入する主な植生を先行的、試験的に植栽し、イベントや森づくりのための様々な調査を行っている。蒸気計画は2006年当時の内容をもとに記述しており、 その方を幅に変更された箇所がある。緑地内育病施設本事業では、兵庫県と県民、企業等が中心となって、昔、この地域にあった自然を取り戻すを合言葉に、森づくりを進めている。生物多様性を尊重し、地域固有の遺伝子にこだわり、種を拾うところから始める試みは、この規模では、世界でもここでしか行われていない、先進的な取り組みである。 また、緑地内では、兵庫県が市民向け勉強会として発足したアマフォレストの会が市民活動組織として育、育苗、植栽、管理などを自主的に行っている。一般的な概念をもとに、緑地内では以下の生物多様性を目標としている。企業、団体の苗木の砂糖や霊出種,種の採取から森の形成まで100年にわたる森づくりが計画されている。 大芝生広場東側にある、植栽後4から5年の森への木、小なら、うばめ菓子が植生している。ありがとうございます。